ンポン。ペロペロ歩くセクハラ大魔神ペロ。何お前。いや実は授業で日本の方言を勉強することになりまして、はあすごいって言葉を各地ではなんて言うのかを勉強していたんです。はあそうなんか。確かエローは京都とかそこら辺の方言やんな。イエス。方言っておもろいよな。先生のとこでは方言とかなかったんか。んボイスロイド星の方言はですね、ちょっと待て。えボイスロイド星って何。私とあかりちゃんの故郷さらっと巻き込むなやめろ。じゃあ何か。先生はボイスロイド星から来た宇宙人か何かなんか。そうですね、人としてはボイスロイドジャワ原人に該当します。お前原人だったの。あれボイスロイドジャワカレーだったかな。あからさまなカレー臭。ああすみません、話がそれましたね。ではジャワカレーの煽り方をお伝えしますね。話それすぎてあさっての方向を向くのやめろ。てかジャワカレーの煽り方ってなんや。カレーをさらに美味しくするためのおまじないです。はあ、あらあら茶色く煮立っちゃってやらしいわね。それがカレーの仕事だよ。おら美味しくなれや。カレーを脅すな。美味しくなってください。ありがとうありがとう。藤岡弘ね、結局ボイスロイド星の方言はないんか。ん例えば遠慮とかですかね。どういう意味。いやらしい様子を指す言葉です。そのまんまじゃねえかしばくぞ。面白かったらチャンネル登録してな。